おはようございます。カウパパです。今日はですね、地元栃木の隣のですね、茨城県、唯一の百名山なんだかどうだかあんまり茨城は分かんないんですけど、筑波山の麓に来てます。筑波山はですね、僕大学がこっちの方だったんで、学生時代は本当に、いろんな意味でよく来てたんですけど、あえて頂上まで登るっていうのは多分歩きで登るのは初めてだと思うんで、死ぬ前に一回来ようとは思ってたんですが、今回カブママと登ってみようと思います。朝ね、有料駐車場いくつかあるんですけど、非常に空いてますね。7時だからね。こっからですね、おお、もう早い。ここに出るんだね。7時22分ですね。こっからまっすぐずっと行くと、みゆきがはらコースってことで、みゆきがはらって男体山と女体山の間の、コルというか暗部というか、売店がいっぱいあったところですね。あそこを経由して行くことになります。2.4 キロ男体山まで。一応地図だと、大和高原地図だと1時間40分ぐらいですね。今ここですね、こうぐーっと登ってって男体山で、渡って女体山で、帰りは白雲コースかな、こう戻ってくる、そんなパターンですね。あ、これ風と雲と虹と、これ平将門のあれだね。俺も子供の頃見た、お父さんお母さんと。これ加藤豪さんがね、将門やったんでね、柳生博さんが京都の貴族役をやったやつ。僕が一番好きな大河ドラマです。最初はこんな感じで、木の根っこと簡易の階段、そんなシャドウは大したことないんですけど、標高低いんで暑い。出発して10分ぐらい、岩石ゾーンが終わって階段ゾーンですね。いい運動になってる。ここね、つまんない道を登っていくんですけど、左側はケーブルカーのレールが続いてますね。まだ時間がね、こんなもんだから走ってないけどね、ちょっと間近ですれ違うところとか見てみたい気がしますね。なんかある。なんだかわかんない。相当古い感じ。お、ベンチ。第一ベンチ発見。だいぶゆっくりだ。いや、単調だけど疲れるね。野鳥図鑑だって。こっちだね。今日
野鳥の声聞いてないね、うん、変なババアの声はしてるけど、あと半分神社から1キロ雪が荒れて 1.1 先長いね。おお、ここでケーブルカーのレールとぶつかるんですね。下り、これは楽だよね、どう考えても。なんかね、単調で展望もないから気分的にはつまんない。いや、すげえな、ここ。剣道だ。みたいな雰囲気です。なんだこりゃ。よっこしょ。どこに？ないよ。逆立ちしたみたい。うわ。巨木。開けてきた。建物が見えてきたね。しかしこの階段、参ったな。おお、着いた。雪柄。8時53分。雪ヶ原山頂です。おお、いや、まだお土産屋も今開店準備かな。南泰山、こっちが女泰山。今9時14分ですね。みゆきヶ原のお土産屋さんももうだんだん塔ですね、開けてきました。すごい天気は上々。ちょうど先週も唐沢からパノラマコース3日間天気がめちゃくちゃ良かったんですけど、10月はね、前半の2週は天気最悪で、後半の2週は天気が最高という形になります。今からですね、こちら女体山
往復1時間もかかんないと思いますが、行ってきます。すごいね、お土産屋さん。ガマの油売ってるよ。え、ガマの油売ってる。ガマの油なんか、昔ガマの油って何でできてんですかってお土産屋さんに聞いたことあるんです。そしたら、聞くなよって言われちゃった。単純にお前それ言っちゃえおしめだろって、寅さんみたいな感じの人だったけど。ほんとね、実質こっちくんのこう来たことないんで、どうなってるか分かんないですけど、こんな感じが続くんかなね。綺麗し、ああなるほど。おお、こういうのがあんなもつくばだよね。だもん、携帯なんてソフトバンクだってバリバリ入るわ。俺の iPhone も山に入ってこんな通じるの初めてだ。なんだ、いろいろ出てきたぞ、つくばらしく。ガマ石、あそこに一発で入ればいいんだろ。あそこに石を行くよ。ちょっと待って、行きます。全然あんた、ここに入ればいいの。はい、全然。はい、チャレンジ終わり。あ、ちょっと広場に出ましたね。どっちだ。お、なんか建物。そろそろ女体山頂。おお、あれはロープやね。地平線なのかなんか分かんないけど、うんうん、なんか見えるね。見えるね。ちょっと怖いんだけど。
なかなか高度感があって、やっぱ頂上はそれなりにいいね。じゃあですね、頂上混雑してるんで、下ってですね、今度は男体山ね、もう片っぽの方の峰ですけど、そっち行きたいと思います。9時44分、御幸ヶ原に降りてきました。今度は男体山ですね。9時50分、じゃあ男体山行きましょう。お土産屋もオープンしましたね。これ子供の頃欲しかった。イテテガムとマジック担当、もう定番だよね。男体山は結構いきなり急坂から始まりますね。でもね、ここ子供ら遠足で来てるようなんで、まあ、大したことないと思うんですが、唯一山登りらしいとか。わあ、渋滞。じゃあ、なんか最後山登りらしい道を 1,2 分登って、男体山山頂ですか。こうなってんだ。下手くそな自撮りチャレンジ。こちらなんだろう、なんかあるね。はい、10時男体山山頂です。大したもんだ、登れんだから。すごいね。これ何、あと登ってくんない。10時9分御幸ヶ原に戻りました。下山9分。なんだそら。いやナップザックで来てよかった。お散歩だ。お散歩終わり10時。失礼します。おお、かっこいい。おお、かっこいい、かっこいい。もみじ。面白い。
後ろだって綺麗なのそれでは発車いたします。これトンネルですね。この上を歩いてきたんだよね。車配宮脇駅です。これ終点面白かった面白かったね。お、待ってるやつがいる。ソフトです。それ何？栗。おお、いいね。